がしっとりと艶のある女っぽい感じの。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、こちらのシルクブラウスを使い、いろいろコーディネートしていこうかなと思ってはいるんですけれども、こちらにありますね、これなんかもちょっといろいろ着てみたいと思っております。なんかいろいろこう混ぜて、最近購入したもの&こちらのシルクブラウスなどをミックスしてコーディネートしていきたいと思います。はい、今日のねコーディネートはね、何度もご覧いただいてると思うんですけれども、こちらの袖コンシャスなブラウス、それから、お気に入りのサロケット、これどちらのですかと聞きになった方がいたんですけれども、日本のメーカーでウナカ UNACA かなっていう読み方が、どういうふうに読むのかわからないですけど、 UNACA ウナカっていうローマ字で書いてありました。で、腰に巻いているのがエキストラファインメリノウールのカーデでございます。そして足元には白い革のスニーカーでございます。で、そろそろこのブラウスも夏の名残でリニングに出す時期かなと思いますので、もうこれで見納めと思いますが、今日の私のコーデでございました。というわけでチェンジ。はい、まずはね、この以前 H&M で購入したデニムのダンガリーフリルシャツを合わせて、このねサロペットと合わせてみました。ちょっぴりなんかこうコケティッシュな感じっていうかね、ピエロっぽい雰囲気ではあるんだけど、それはそれで味があるのかなっていうふうに思います。肩のあたりにボリュームがあるので、ウエストのマークを取っております。 T シャツなんかね、つるっとしたもの、何もこの表情がない場合は、あえてここにしましまだったりとか、柄がついてるようなものを腰巻きしたりとかしますけれども、上にボリュームがある分さらりとしてる方がいいのかなって思いました。じゃん、はい、いかがですか。ようやく本題のねシルクブラウスに入ったんだけれども、どう、このままオフィスで仕事できるでしょ。まあもちろんね、こうやってハイヒール合わせてるっていうのもあるんだけれども、なかなか高見えなブラウス、しかもねこの同じサロペットを使ってこれだけイメージが変わるっていうのは、このブラウスの力なのかなっていうふうな気がします。ほんと高見えするブラウスだと思う。いかがでしょう。パンツにもスカートにもほんと合うと思います。じゃん、はい、前にザラで購入したサテンのパンツと、このように、私物のセーターをね巻きをしています。同系色だったので、ちょっとこっちの方がピンキーだけれども、でちなみに取るとこういう感じです、はい、後ろがねこのように少し長くなってるので、このまま外に出してきても素敵だと思います。でもちろんね、ちょっと前をボタンを2つくらい外していただいても、それはそれで素敵なのかな。こんな着方もいかがでしょう。覚えてる？これザラのロングカーデ、このラインのところとね、このブラウスの色がとても近いので、こんな感じで合わせてみました。まあこのカーディガンは基本的に何でも合わせてしまいやすいというか、無理やりでも合わせられるようなタイプのカーディガンですよね。こういうものがあるとね、結構幅が広がるので、もし見つけられることがあったら似たようなものでもいいので探されるとすごく便利だと思います。基本はこのブラウスでしたね。はい、それでは次行ってきます。じゃん、最後 3D コクーンニットと一緒に合わせてみました。はい、また大人な感じになりましたよね。一番最初のあのサロペットと合わせてる時とまた違った、しっとりとツヤのある女っぽい感じのコーディネートになったと思います。今ねこのようにあの裾を出してますけれども、それがね嫌な方はもちろんしまっていただいて、後ろだけ出すっていうのもいいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうかね。いろいろな着方ができると思います。そろそろクリストフルメールの発売もスタートしますので、楽しみに待っててくださいね。もちろんこれから先も購入したものでコーディネートしていきます。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。そしていいねボタンで高評価もいただけるともっともっと嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。